私源さんより10歳ぐらい下なんですけど、うん、実際はね役でちょっとこう姉さん女房感を、うん、が出た方がいい感じの役で、かつちょっと子持ちのバツイチっていろいろ背負いすぎてる感じだったので、そこはこう姉さん感出るように、うんうん、あんまり気持ちで負けないようにしようと思いました。プレッシャーを感じるというよりも、ま、お会いしたことないので存在感の重さと軽さを意識して演じましたね。そのスイッチングというか、うん、はい、武士というのは実は口約束が一番大事なんですね。これ当時これ、まあ、そういう史実であるんですけれども、紙の契約じゃなくて口約束でお殿様とこうお殿様についていくみたいな、まあ、別に今の問題と絡めてるわけじゃないんですけどもそういうわけじゃないんですけれども基本コミュニケーションがもうほぼ同活だったんですよ。なのでまあ今まで私が人生で受けた恫喝とか目の当たりにした恫喝を思い出して、それをこうね一つにしてなんて思って現場に入りましたけど、まあその春之助がこの人の恫喝心をくすぐるっていうんですか、誘発するこう何とも言えない表情ですね。割とも恫喝心ってそういうのがあるんです。なんだろうな、くすぐられちゃうなんかね。もう源君が本当に器がでかくてですね、全部受け止めてくれまして、僕のショートバウンドも全部キャッチしてくれましてね、体中あざだらけかなと思ったんですけども、全然楽しかったです。楽しかったです。本当にもう全部受け止めてくれて、まばたき2回したら以上ですって合図ですからありがとうございます。とにかくさ、かっこよくなかった一世君？そうですね、うん、めちゃめちゃかっこいいよ。槍が重すぎてですね、見ていただけると分かると思うんですけど、本当に3メートル強ある槍なんですけど、先端に行けば行くほどこう重みがあるんで、刀身がこうなんていうんですかね、ジュラルミンというか重いので、金属でなんで、振り回してる最中にこうピタッと止めた瞬間に砂浜にズボッて刺さった瞬間はちょっと怪我しないかなと思ってドキドキしながら撮影してましたけどね。源さんにおまんじゅうを投げるシーンが ありましたね。ありまして、1回目投げたら右目にヒットして、やっべと思って、マジまんじゅうだったんだよね。マジまんじゅうでベチーンってなって、ベチンって入って、うわもう絶対顔に当てないようにしなきゃって思って、2回目左目に当たってあもう終わったと思ってあれは面白かったね。はい、それでそう、あんこまみれに、ね、目がなっちゃって。でもこういう時ってやっぱ当ててほしいんですよね、ちゃんと。なんかその気を使ってちょっと優しいところよりかはバチンって当たってほしいから、どんどんやってって言うんだけど、まさか両目に来ると思わなくてすごい痛くて面白かったです。やっぱり痛いんですね。痛い、まんじゅうって痛いんですね、うん、手加減が下手でした、うん。